こんにちは。動画作りをサポートしておりますコラボズの江川です。さて本日はですね、先月ですね、ちょうど企業様に訪問しての、ビジネス YouTube 全5回を終えてですね、ちょうど1ヶ月経ったんで、フォロー会というものを Zoom で行いました。この1ヶ月間の中でね、結構その企業さんたくさんの動画作られてましたし、動画に対して、結構こう気持ち明るく作られてるなっていうところで良かったなと思っております。さて、iPhone で動画を撮影し編集しているとどうしても出てくるのが iPhone のストレージ問題です。今回もですね、その問題点で、どうしてもストレージがいっぱいになってきて撮影できない、編集できないという問題が出てきたんですけど、もう過去撮影した動画とか、画像とか、そして書き出した映像とか、こういったものを全部削除したんですけど、ストレージが減らへんということで、いろいろ調べられたんだそうですね。そうすると iPhone は一度そういうね、写真のとこで削除をしてもですね、これ削除になってないんですね。はい、最近削除した項目っていうところ、もうちょっとね写真の下の方をくっていくとあって、そこに入っていくと捨てられた映像画像がここの中に入ってるんですね。でこれをですね、全て選択して削除しないことにはこれストレージが軽くなりません。はい、でこれ私は知ってたんですけど伝え忘れていました。これもう反省ですね。もう当たり前にできてること、もうこういったことが見過ごししてしまうんですね。動画を身近にするというコンセプトでやってたわけなんですけど、今回そういったところを気づかせていただきました。 iPhone のストレージ問題、ぜひ映像とか画像、動画撮影した素材とかですね、こういったものを削除したら、さらにまたゴミ箱の中に入ってますから、そのゴミ箱を全て空にしてストレージを軽くして撮影に臨んでください。はい、ということで今回西川さんありがとうございます。動画を身近にするチャンネル